タジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間は日本対パナマ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。天気ですが今日は雨が降っています。今日はお客さん雨を避けながらの観戦になります。このゲームの解説は大泉元日本代表ミッドフィールダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本国国歌お聴きいただきます。日本がこの試合は 4-1 のシステムです。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね、はい、中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。なるほど。次にサイドなんですけども、ウイング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃は守備ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。さあファーストハーフが始まりました。日本対パナマ、エキシビションマッチです。サイドを紹介です。右にエンドを取るのはパナマ、そして左にエンドを取ります日本となります。原口、裏へのスルーパス、いいボール入りますよ。原口、長友へ、牧野、長友へ、青山、スルーパスを出す、いいボールでしょ。スーパー、わずかに左へ攻めていきます。日本、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。出方を伺うのかまだ分からないですけどもね、序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。このボールはカットされます。さあ繋がるか。日本がこのファーストハーフ中盤まで決定的なチャンスがないものの、相手よりポゼッションは上回っています。まあ持たされてるって言ってもいいかもしれませんね。やはり決定的なシーンを作れないということはフィニッシュまでのビルドアップができてないということですからね。シュートで終わることをもっと意識した方がいいですよね。裏へ届くか。チャレンジはしません。後ろに流す。大迫、中島、酒井、遠藤、長友へ、原口、長友からアーチのようなパス、いいボールでしょ。Thank you.
対0です。中島。大きく縦へ。スルーパス。チャンス抜けた。クーペル。とこれはつながりません。堂安、酒井、青山、大迫、素早いパスで攻め上がっていきます。柔らかいボール打つか、シュート、あっと素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。前半0対0。北澤さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。日本としては前半をゼロで抑えます。後半スタートです。日本としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。ボールを下げてリズムを作るか。のクリアですよね。トップで収まればね、シュートまで行けた感じでしたけどね。長友から大きく縦、パナマ最終ラインまでボールを下げる。左サイドへ、裏のスペースへ、ここで受けてスルーパスを出す。ワンツー使ってくる。パナマ奪い返します。サイドを使います。細かいパス回し、裏を狙っていきます。縦へのボール、大迫、酒井。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。まあ少し無理してでもね、先制点を取りに行きたい場面じゃないでしょうかね、はい、この時間での先制点、試合を決める一発になってきますよね。チャレンジはしません。後ろに流す。このスルーパスは通りません。裏のスペースを狙う。おー、いい形じゃないですか。長友、スルーパスを出す。ゆるく狙ったボール。さあ右へ預けて、裏へのスルーパス、このパスが抜ける。チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。組み立て直します。キーパーからのロングフィード、さあ繋がるか。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。スペースへ出す。カット、パナマとしては早めに縦へのボールを入れ
行きたい。主審時計を見ながら長いホイッスル。0対0。今日の試合は両者無得点の引き分けという結果で幕を閉じました。北澤さん、今日のゲームどうでしたか。日本としては戦力的には上だと。